<noise> <noise> b c m がないじゃないですか二、うん、人の間だけに流れる音みたいなのがダイレクトに伝わってきて、うん、チベを重ね合う2人皆 <noise> さんこんにちゅるちゅるシャピオビールレビューサイトチルチル記者のアプリコットと同じくチルチル記者のアナコンダです <noise> はいということで未成年の第四話が放送されましたよ いやどうでしたかか、うん、なんキキュンキュンンンポイントありすぎて <laughs> 語り尽くせないちょっと片手で収まらないぐらいあの語りたいポイントがあるんですけれども一話、はい、から3話落として結構展開の速さであったりとかこう徐々に徐々に徐々にどころじゃないレベルで接近していく2人の距離感みたいな 心がキュンキュンしていたと思うんですけれども、要、はい、話も期待を裏切らない。結構、王道のシチュエーションが盛りだくさんで、はい、そうですね。オタクとしてはとても嬉しい限りでこれいい <laughs> 毎回なってます、ね。はい、毎回なってました。はい、はい、ということで、第四話のあらすじ、簡単にご紹介させていただくんです。けれども、三話の感想動画でも語らせていただいたんですが、雨の中、殴られて、はい、あのみなてくんの？ 家にやってきた蛭川君をまあ家にあげてあげるところから始まるんですけれどもしおれたたワンコが可愛かったですよね,うですねうもうしないからもうしないから離れてかないでみたいな<ー>そういうちょっとキュンとした顔がすごく可愛かったんですがなんか手当てをしながらちょっと冷たい目をして冷たい目でこうなんだろう 無感情な瞳のまま仲いい女子いるだろうみたいな問い詰めをし始めるんですよみ瀬くんがそれあの表情が本当になんて言ったらいいんですかね嫉妬なんですかねあの表情はーク,クールを装ってるけど私としては本当に浮気を問い詰める かのような目に見えてとてもその蛭川君より水瀬君の方がちょっと一枚上手みたいなところが私はとても好きなんですねパワーバランス的にあの叱られたわんこのような顔をしているし水瀬君はそんな蛭川君のなんかリードを握ってる感じがしてそのクールビューティーなところがとても いいい二人だななって思いますね、うん、なんか二人とも嫉妬してるんですけどお互いに多分あ、そうですねしてますよねし<え>てるんですけどなんか表情が違うというかそうなんですよね。イルカ君んもあからさまになんか塾一緒に行ったり気にかけてくれる友達がいるんだいいなみたいなちょっと子供っぽいですね<の>みたいな感じなんですけど <laughs> あの宮治君ん本当に目を合わせてくれない <laughs> みたいな目も合わせず冷たい表情のこうやってくっていう。 色,色の違いっていうか2人の性格の違いみたいなところがあってどどどどん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 あの良さがそこでまあもうキスなんてしないからこのまあ、まあ一緒にいてくれるみたいな感じでそれを受け入れてくれたじゃないですか平川君のその思い思いっていうか反省したから許してもう許してみたいなところを <laughs> まあ許しちゃった皆瀬君なんですけど夜寝てる時にに前回で。 お話が出てた試写会に誘うんですよねここの喜びのシーン反省本当にしたのかというところは若干 <laughs> あったんですけど若 <laughs> 干あったんですけどそのもう感情が高ぶったヒル川君がみんなさんこうギュッとこう抱え込んで,で自分からやったくせに「俺襲われてる?」っていうっていう。 なんか振り回してますよねもう、はい、大型犬でしたね大型犬でしたね三瀬くんが手綱を握ってるように見えてあんまりちょっと握りきれないところがん <laughs> 暴走暴走ワンコみたいな <laughs> でも暴走ワンコ怒られたら反省するから怒るに怒りきれないみたいなでなんかあずるいですよね。うん、塩梅がとてもいいなと思いましたねまあ同級生のお二人なんですけれども その宿泊学習という名の,の,の修学旅行編ですねうん、うん、に突入いたしまして、まあ、修学旅行っていう概念、オタクは大好きじゃないですか。はい。私も大好きなので、ちょっと嬉しくなったんですけれども、<ー>はい、結構、記念式とかもね、綺麗だそうです、ね。は修学旅行編も私はワクワクしていたんですが、まさかのあの水瀬くん風邪をひいてしまうっていう。はい、その風邪をひいた理由が。 あわんこな蛭く君からの,の LINE っていうかメッセージに戸惑ってイライラして窓をパッて開けて焼け勉強みたいなのしてるうちに風邪をひく寝落ちしちゃって寝落ちしちゃって風邪をひくっていうちょっと原因作ったのを蛭く君じゃんみたいなところはあるんですけれども。<laughs> あの風ひきちょっ 普段よりふわふわみなせくん可愛かったですね可愛かったですね、はい、で頑張って行こうとしてるっていうところやっぱり行きたいの一緒に一度の思い出として行きたいんだなっていうところが私高校生っぽくてすごく可愛かったんですけど <laughs> まあそれもかなわず別部屋で隔離というか、はい、あのお休みすることになったみなせくんのところにやってくるひるかくんっていう 学校ではね <laughs> 関わらななないいいって言っっっ <laughs> ってててて言言たたののににに同じ班にもししまいなってしまい、ね、どうなることやらという感じなんですけれどもあそうですね宿泊学習で、ね、まさか関わらないようにしてたのに同じ班になる2人っていうところもあったんですけれども、はい、いやーその,てあの看病というかお見舞いにやってきた蛭川んのやっぱりアイスのシーンが語るべきポイントなのかなというふうに思いますね。はい いや、やばかったですよね。<laughs> ちょっと、棒状になる <laughs> やつね。まあ、アイスって冷たいから風邪の時。いう感じで、手渡して、まあ、食べてるんですけど。風邪を引いた原因、水瀬くんが風邪引いた原因を知った。ひるかわ君の行動がちょっとやばかったですよね。<laughs> どんどんぐいぐい来るじゃんっていう。しないって言ってたのが、まあ、例のあれなんですけれども。<laughs> 水瀬くんが食べているアイスを、まあ、奪って、食べて、風邪うつるだろうって言われたら。 もっっととちゃんししていいよでしたっけ、うん、<laughs> そ,のその時のやっぱり隔離部屋みたいな別部屋なんですけど、まあ、周りにちょっと聞こえちゃいけないし、うん、バレちゃいけないからちょっと小さめのかすれた声でそうもっと映していいよって言ってそっからキスするっていうなんて大胆なっていう、うん、<laughs> 苦しくて苦しかったです、うん、そのけんけんしちゃった。ゅうしちゃったあの絵の美しさもそうですけど、はい、BGM がないじゃないですか。うん、そのよりその AGM がないことによって2人のなんて言ったらいいんでしょうね2人の間だけに流れる音みたいなのがダイレクトに伝わってきて見てもいいのかなっていう気持ちになりましたね毎回言ってることではあるんですけどこれ無料で見れていいんですかみたいな本当にその場にいる感じがね <laughs> 盗み聞きしてるようなそういう感覚になりましたね、はい、あの暗い部屋と無音で唇を重ね合う2人っていう高校生とは思えないこの背徳的な感じの、うんはい があってとてもドキドキしてしまいましたもうここがもう大興奮ポイントで1回私動画一旦止めてあの x に行きました、ね、<laughs> <laughs> 一旦動画止めて待ってってあ打ちに行こうとしました <laughs> x ででとりあえずまとめてつぶやこうと思って閉じたんですけどまあそのぐらいヤバかったですね皆さんも同じ方多いんじゃないでしょうか <laughs> はいでスクショが止まらんというシーンなんですけれどもはい。は ここの、ね、こののね看病の甲斐があってそうですねまあその2日目というか次の日にはあの治ってたえっと水瀬くんが今度は水瀬くんがお礼のターンですよね。に看病のお礼ということでちょっとその,のパキッてやるアイスをモチーフにしたハンカチを見て、まあ、周りにちょっと好きな子に女の子にあげるのみたいにゃかされながら買ってでも渡す相手は水瀬くんっていう。いやー いいですよね。好き,好きでしょう。これはもう好きだよっていういや、多分この何回も言ってる気がするんですけど、はい、この2人両方じゃないんです。まだ、はい、信じがたいことですが、全然付き合ってもない。はい。もうこんなにキスしてるのにそうだすそうなんですよね。全然その信じがたいんですけれども付き合ってないんですが。まあその修学旅行って大部屋じゃないですか？はい、昨日はちょっと特殊な事情だったけど、はい、大部屋で2人で布団並べて。 で、みんな周りが寝てる中、もう内緒のやりとりのようにハンカチを渡して、で、これ子供っぽかったかな。そんなことない。可愛いみたいなやり取りするじゃないですか。ここがなんかギャップっていうか、あんだけそのちょっと色気が、あの伝わってくるようなキスシーンがあったのに、他のやりとりだと等身大の男子高校生みたいなのが感じられて、めっちゃその未成年ならではの世界観っていうか、このギャップ。 みたいなもの、がすごく唯一無二の二人のなって思いますね。なんかハンカチもらって、その後お休みってなったじゃないですか。うん、その後、昼川くんがハンカチ。そのお休みってた後に、また見つめてるんですよ。そうですよね。あれ可愛い、ね。可愛いと思って。え <laughs>、うん、どんだけ大事なんだろうっていう。うん、昼川くんの、その生産の家庭環境に、安定に身を置いてる彼じゃないですか。はい、でも。 こう純粋というか、うん、そのミナセくんの前では忘れてないところが素、ね、素直にその感情をさらけ出してる。うん、まあそれがめまあミナセくんの信頼とかもあるんでしょうけど、ヤセくんにだけ見せるひろかわくんのお大きな体とは裏腹に純粋なマザンだしとかが私はとても好きでした。いいですね。もうこの修学旅行がめちゃめちゃいろいろはい詰め合わせで山場みたいな感じになってると思うんですけど、はい、もうこっから。 家についいてギギャャッッププががままたというか落差がありし現実っていうか 2>,、うん、2人にとっては何だろう幸せな時間とのギャップっていうか、うんまあ、水瀬君はお金持ちで一見幸せそうなんですけど両親が仲悪くてっていう問題を抱えていて蛭、うん、川君はもう言わずもうがなっていう。 その現実の二人にはどうにもできない家庭のこととかがちょっと押し寄せてくる感じがちょっとこっちとしてもハラハラしてしまいますよね。はい、ラストですよ。ゆるかくんが今会えないみたいな感じでラインをして、うん、なんいつもの公園みたいなところ。そうですね。二人の集まるんですけど。うんね、集まっ ときに方針状態のみな瀬くんがここで告げられたのが留学することになるかもみたいな両親が離婚するからそれに合わせて多分お母さんについていくん、ね、そうですね昼川くんがそのまあ心配するもう無理なら言ってって言うんですけど、うん、そこでクールビューティーなみな瀬くんが見せ始めた弱さというか脆さみたいなものがとてもキュンと、うん、しかも最初は もう関わらないみたいな感じで言ってたのに、うん、美奈瀬くんの側もひるかわくんに信頼寄せてるというか、うん、多分他の友達にはそんな見せないと思うんですよそうなんですよねひるかわくんにだけ弱さを見せられるようになってるっていう関係性の部分にも、うん、美奈瀬くんがポロッとお前といると弱くなるって言ってそのれを受けたひるかわくんが俺はお前といると強くなれるよって言ったこの2人のなんか対比みたいなところにとっても私は <laughs> あののキキキュンとというかドキドキといいうううかかドドをまました <laughs> こうなりましたそのありのままの自分を見せれる相手っていうか弱さも強さもどっちもなんか見せれる唯一の相手っていうか本当に信頼というか心の奥底まで触れ合ってる関係なんだなっていうところが伝わってきて本当になんか幸せないや2人は困難にあっているんですけど見てるこちらとしてはとても良いものを見させていただいてるなという気分になりましたね。はい この昼川くんが、なんか水瀬くんに対して見せる、その目の光の強さというか、なんかある種決意みたいなものも感じられてっていうか、ちょっと弱さを見せて留学に行きたくないって言った。なんか水瀬くんに対して俺が守らなきゃっていうところを感じてられて、とてもラストのキスシーンを含めてよかったですね、えー。キスシーン盛りだくさん,、ね、くさんでしたね。<laughs> ちょっとラストのキスシーン、とてもあの、今までで一番。 両者からのなんて言ったらいいんだろうみなさんが受け入れてて広ルカ結構思いをぶつけてる感じでそのつ思いの強さのぶつかり合いがとても噂に聞いた話によると30分で6回キスされてるとのことなんですがそれは本当なのでしょうか <laughs> 私6回以上してるようにも見えたのですが <laughs> ちょっとそちらはまあもう1回 1> もう1回見ないといけないところですかね <laughs> はい、はい それではなんかまだ見てない方やその傷シーン何回今までしてたんだろうっていうことがあの気になる方とかそのせ瀬君と平川君の表情の変化とかが気になる方は TVer や FOD であの1から4話まで全部配信されておりますのでこの機会にぜひぜひ見逃し配信もチェックしてみてください。はい、はい、ということで5話でちょっと予告でも気になるセリフがたくさんあります。 あったのでお互いへの思いを自覚し始めた皆瀬君と昼川君が「ん俺たちってどうして愛者なのかな」っていうやっぱり現実の大きな悩みにぶつかっていくのかなっていうところがちょっと示唆されてるっていうかもぜひリアタイできたたらしいいいなという,ふうに <laughs>、はい、<laughs> 思っていますね結構深夜に放送されてますので、まあ、皆さん無理なさらない範囲でリアタイをしながらいっぱい感想をポストしていきましょう。うん はいということでじゃあ来週の配信も配信放送も楽しみにそれではまた次回もあの感想動画など配信させていただきますので是非是非ご覧になってくださいそれではせーのバイチル